おはようございます。本日はですね、ちょっと遅いんですが、今11時10分で、今ちょうどジムから帰っていたので、ジムが閉店と同時に出てきて、帰ってきて、今から洗濯を回して寝たいなと思います。では、おやすみなさい。おはようございます。それでは今から準備していきたいなと思います。はい、それではですね、今日の予定はですね、今からセカンドチャンネルちょっと撮って、でそこから郵便局行って、で、まあ、おそらくその後編集とかジムとか行くと思うんですけど、夜のでですね、7時から焼き鳥屋さんに行くので、で、1週間前から嫁も楽しみにしてるので、まあ、そこには間に合うように、まあ、大体6時半ぐらいまでは家をおるっていう感じなんで、まあ、それまでに、今が9時5分なんで、いろいろ終わらせていかないとダメなんで、早速セカンドチャンネル撮っていきたいなと思います。あ、ちなみに今日はゴミ出しもあるので、セカちゃん撮ったらゴミ出しします。あ、ではですね、カメラと20分ぐらい喋っていきます。よいしょ。はい、本日はですね、それではですね、セカンドチャンネル終わったんで、今から郵便局行きがてらゴミを捨てに行きたいなと思います。それでは帰ってきました。ですね、ゴミ出した後郵便局行ってこうレターパック出しに行ったんですが、残念ながらレターパックが370円になって10円値上がりしてるらしくて、で僕財布持ってなかったんで、まさか追加料金かかると思ってなかったんですけど、追加料金かかるって言われたんで一旦帰ってきました。なので全てのやる気を失いました。ただいま10時37分で、まあ、こういう時はちょっと早めの昼ご飯にしようかなと思いますので、今日はガストでも行こうかなと思います。でガストでも行って、でそのついでに郵便局出して帰っていこうかなと思いますので、まあ、ちょっと早いですが昼ご飯にします。はい、それでは帰ってきました。あそこのガストはですね、めちゃくちゃ冷房効いてて、いつ行っても寒いんで、半袖半ズボンの夏スタイルやとちょっと風邪ひきそうなんで帰ってきました。ちゃんと歯磨いておかんと嫁に怒られるので、ちゃんと証拠映像を届けます。歯を磨いてます。この後は、ちょっと撮影して、もうしんどくなったらジム行きますし、まあ、編集までできそうやったら編集するしっていう感じになってるので、まあ、もうちょっと、まあ、ジムのためにもうちょっとだけ頑張ろうかなと思います。はい、あれからですね、結構編集頑張って今3時10分になってちょっとお疲れモードになってきました。でもう言ってる間に6時半になるので、僕ジムとサウナは1時間半から2時間かかるので、女子かっていう話なんですけど、でまだプラスアイスクリームを食べなあかんっていうふうに逆算していくと、
まあ編集ちょっと今の間にささっと3時半ぐらいまでに終わらして、でそこからアイス食べて、でジム行って、で焼き鳥行くという最高の流れを作りたいなと思うので、あのそんな感じでやっていきたいなと思います。ちょっと疲れました。ようやく終わりました。3時半ぴったり疲れました。なのでアイス食べたいなと思います。今回のアイスは板チョコモナカ、これはシャトレーゼで売ってる6個入り8個入りかわからないですけどっていう感じの、中の 板チョコが僕好きで、まあそのためにみんな食べてると思うんですけど、これは、シャトレーゼアイスランキング第2位にランクインしたいなと思います。でこれ食べてジム行きます。はい、それではジム前に到着しました。今が4時半なので、まあ、1時間半か2時間ぐらい行ってジム行ってサウナ入ったらおそらく暗くなってると思いますが、まあ、焼き鳥に間に合うように行ってきたいなと思います。まあ、この時間はいつも師匠と会うのでおそらくいると思いますが、行ってきます。はい、それではですね、約束の7時が近づいてきて、今6時38分なので、そろそろ、向かいたいなと思います。嫁蔵からは楽しみって LINE 来てたんで、多分テンションが高いと思いますが、では行きたいなと思います。久々の君のお気に入りの焼き鳥屋さん。前平凡な一日で行った以来やな。そうね。楽しみやな。楽しみ。今日中もペコペコだよ。早く行くよ。早く行って。そっか。うん、じゃあ行ってきますって。はい、行ってきます。はい、それでは行ってきました。どうでしたか？幸せ。うまかったな。うまかった。今からどうする？もう一軒行こう。もう一軒行こうか。うん、ラストな。え、そうなの？平日の夜から何軒行くねん。では来ました、2軒。あ、すみません、ありがとうございます。ハムとチーズのガーリックトースト。はい。あ、すみません、ありがとうございます。はい、それでは行ってきました。最後の締め一杯ずつ飲んで終わりにしたんです。終わりですね。なんか3、そう、なんか3倍やけど結構酔ったな。酔ってるやん。私全然まだ。え、君より全然。ということで、そろそろ酔い出してるので終わりにしたいです。では見てもらってありがとうございました。